はい、本日はですねこちらキーンというブランドのサンダルをご紹介していきたいなというふうに思います。あの夏が来たのでねそろそろサンダルをご紹介していこうということで、昨年はですねこの今履いてるウーホスであったりだとか、あとこのねホカオネオのようなサンダル購入したっていうことがあったと思うんですけども、まあ、今年もね数をちょっと増やしていこうということで、このキーンっていうのも結構見ると思うんですよ。それこそなんかね網のね、よく見るアウトドアっぽい感じのサンダルとかあると思うんですけど、今回はそれじゃなくてなんかねボコボコしたサンダルなんですけど、まあごちゃごちゃ言う前にちょっと開封してる様子見てもらおうかなと思いますので、開封していきましょうか。ほんならね、はい、では開けていきますね。こんな感じで、僕もまだ見てないんですよ。ああこの色この色、はい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 、なるほどなるほど。ほんで、あ宅配が来ちゃった。あすいません、ありがとうございます。集金なんですけど、はいはい、あれ銀行振り込みちゃいましたっけ。はいはいはい、ヤマトの集金が来ましたね。お金払ってくださいって時だけは早いんですけど、まあ、そのことは一回置いといて、これねキーンの、ヨギというサンダルです。結構しっかりしてんな、思った以上に結構しっかりしてる感じやね。はい、では一回戻りましょうか。ということでね、開封を見てもらったと思うんですけども、これね僕個人的な話なんですけどね、学校の先生やってる時にね同僚がこれ履いてたんですよ。これ履き心地ええんかなとか、なんかでもこの履き地盤のところこの曲がるとこが空いてるから履きやすいんかな、にしても変な形してんなと思ってたんですよ。やけどこれねめちゃくちゃリピーター多いんですよね。一足買って気に入って、また次は違う色買ってって言って、とにかくこれに関してはもう1回買った人はもう2回目も買う、本当すごい人とかやったらもうなんか4回も5回も同じやつ買ってるらしいんですよ。それぐらいなんか満足度高いらしいんで、僕今まだ履いてないんでね、どんな感じなんかわからないですけど、今からね皆さんと一緒に外観見たりとか履いていったりしたいなと思いますので、本日の流れとしては、まあ、先ほど開封してる様子っていうのはこれ見てもらったんで、まあ、まず外観見ていきましょうか。あこの内側のボコボコこんな感じになってますやん、裏側こんな感じですやんっていうのも外観しっかり見ていってもらって、でその次に履き心地、実際今から僕まだ履いてないんで足入れて履いて、あクッション性どうやなとか、あこれ微妙やなとかっていうのをね見ていって、ほんでその次にサイズ感、これ僕普段28センチ履いてるんですけど、これもね何センチだったっけな、28かな、そうですね、アメリカサイズの10なんで日本サイズの28を購入したんで、サイズ感とかも幅が狭いとか高が低いとかね、まあその辺見ていきたいなと思います。ちょっと高が狭そうですね。ほんで次にデメリットとおすすめの人という感じでいきたいなと思います。まず最初にね、このシューズなんですけどいつ履くのと、このシューズはいつ履くもんなんですかっていう風になると思うんですよ。これね一応パッとサイト見たらですね、例えばオフィスでの仕事の時に履いてくださいね。これほんまにオフィスの時履くのと、このいびつな形オフィスで履いてる人いてると、ネクタイしてジャケット着てスーツのパンツピシー決めて、ほんで足元これっていてますのそんな人とは思うんですけど、一応メーカーはねそんな風に書いてあるんでオフィスでも履けると。ほんでそれ以外だったらガーデンシューズ、めちゃくちゃ名前はかっこいいけど要はベランダで履いとけということなんでね、まあ、ガーデンシューズとしても履けるし、ほんでもってまあ見るからにキャンプとかでも履けて、でそれ以外にやったらアフタースポーツ、まあなんかスポーツの後とか履いてくださいねみたいなことは書いてはいてるんですけど、まあ形から見るからに一番しっくりくるのってキャンプとかアウトドアですよね。でレビューとか見てる限りではですね、めちゃくちゃグリップ力がいいというのはみんな書いてるんですね。グリップ力いい、グリップ力いいって書いてるから、やっぱり外で履くのがいいと思うんで、あんまりオフィスで履いてグリップ力確かめることって、まあ営業の人はあるか知らんけども、まあ、事務作業しててグリップ力いる時ってあんまないじゃないですか。よっぽど過酷なね職場で仕事されてる方やったら、もしかしたらなんか足元に岩とかあるんやったらいるかもしれんけど、大体オフィス言ったらつるんとした壁で働いてはってね、そんな劣悪な労働環境で働いてる方はこのチャンネル見てないと思いますので、まあオフィスというよりかアウトドアなんちゃうかなって、まあパッと見はね思いますわ。で、ね、次はね、外観をパッて見ていきたいなと思うんですけども、次外観いきますね。はい、まず表面見てもらったらね、ちょっとなんていうんですかね、デコボコした感じというか、まあザラザラした感じというか、こうつるんとしてる感じではないですね。でこの履き口見てもらうと、まあ、履き口のところはなんかイボイボついてるけども、まあ、このイボイボは何のイボイボなんか分からへんけど、まあこれがあると。ただクッション性はねそんな柔らかい感じは特にないんですよね。まあまあ硬いかなっていうことで、僕が普段履いてるようなサンダルとかの方が柔らかいんですね。まあ、めちゃくちゃ柔らかそうやなっていうのがこう見てわかると思うんですけど、まあこれはそんな柔らかい感じではないんかなみたいな。その代わりこのグリップ力が効いてるってことなんで、後ろはね、まあ、確かにこれグリップ力効いてますそうですなあいう感じになってると思うんですけど、そんなことでここにメイドインベトナムと入ってますね。メイドインベトナム、これがキーンというサンダルの、ブランドの、なんでヨギか、ヨギというものになっております。だから比較的硬いです。結構硬い印象ですね。はい、以上が外観ですね。次はねこれ履いてみたいと思います。まあクッション性そんなないんじゃんかなと思いますけど、次ベスカマイラ行きますね。2カメラの方に行きます。まあ、これポンと置いてですね、今履いてるサンダルからこっちに履き替えてみて、おあ硬いな、結構しっかりしてる感じやな。あなるほどなるほど、あ
うわ、でも歩きやすいっちゃ歩きやすいか。なんかね、この今まで感じたことない感じ、なんやろ、この先っちょがカバーされてるっていうのがなんか今までないんかな。あ、これはなんかサンダルっていう感じよりかはどっちかっていうとちょっと靴に近いかもしれないですね。結構ね、この上のところとかもやっぱ硬いし、まあ、ちゃんと曲がるところっていうのはね、この穴開いてるから、まあ、曲げやすいのは曲げやすいねんけども、クッション性もそんなないし、でも確かに言うようにグリップ力めっちゃありますね。これはあの山とか行ってでも、あの石のとことかね、ガンって登ったりしても滑らんでしょうね。そやけども、これをいつオフィスで履くねんというのが、まあ今でも気にはなりますけど、これオフィスで履いててどうなのな、仕事しやすいんかな。オフィスではないような気がするけども、だけどレビューとか見てたらね、オフィスで履いてますっていう人もやっぱいてはったんでね、まああんま適当なこと言うとあかんけども、だけどやっぱリカバリーサンダルとかと比べるとやっぱ全然違いますね。こう楽っていうよりかは結構守られててちゃんと履けるみたいなイメージですかね。なのでクッション性は あんまりないと思ってもらった方がいいんかなと思います。で次がこのサイズ感ですね。僕28センチ、普段スニーカーとか全部履いてるんですけど、これもね28で購入してるんですけど、サイズ感的には横幅とかはね全然問題ないですね。ただ足の甲の部分、こっちのこの高さの部分がちょっと低いかもしれないですね。まあ、日本人ってこの甲高い人多いじゃないですか。だからここがどうしても当たってる感じはありますね。でレビューとか見てても実際ワンサイズ上げましたみたいな人も多いんですよね。普段27履いてるけどもこれは28にしましたみたいな、1センチ上げましたみたいな人もおって、そんな1センチも上げたらガバガバしませんと思ったけど、確かにね当たるとしたらこの甲が当たりますね。横幅はそんな狭いと思わへんけども、縦の甲の部分はまあ結構しっかり当たってるなっていう感じがしますね。まあ、なのでサイズ選びの際はまあまあその辺を注意したらいいんかなと思います。僕比較的ねそんなね足が広いわけでもないし甲が高いわけでもないんですけど、ワンサイズ上でも全然問題ないとは思います。まあジャストサイズやったらもしかしたら当たっちゃうかもしれんというね感じがこのヨギちゃんっていうことになってますね。で次はねデメリットいきたいなと思うんですけど、じゃあデメリットは何かというと、これサンダルと思って履くとちょっとクッション性はあんま良くないですね。あの思ってる感じでリカバリーサンダルのイメージしたから、あふかふかした履き心地かなと思ったりしたら、あれちょっと硬いなみたいな、なんか履きなんかスニーカーっぽい感じだなみたいな感じなんで、なんて言うといいんやろな、なんか履き心地悪いですね。クロックスみたいな感じの、あのワニーちゃんみたいな感じのね、そんなあれって良くも悪くもないじゃないですか。あんな感じと思ってもらったらいいんかなと思います。まあ、ただねこのおすすめの人っていうのは結構いいなと思うのが、やっぱりサンダルの中では多分トップクラスに歩きやすいし安定感あるんですよね。やっぱかなり守られてるから、その辺っていうのはこのサンダルじゃないとなかなかないし、他のサンダルってどんなモデルもやっぱりつま先ねここ出てるじゃないですか。だからどうしてもこう足の軸がこうブレると思うしね、歩いてたらこう軸がブレてくると思うんですけど、これヨギはねちゃんとねこうギュッとホールドされてる感があるから、まあその辺も安定感あるけども、逆に言うとホールドされてるから若干きつく感じるところもあるんですけどね。だからどっちかっていうとあれですね、こうおすすめの人は一言で言うならしっかりサンダルを履きたい人っていうのかな、しっかりサンダルを履きたい人って誰やねんって感じだけども、なんかこう脱げてもいいサンダルっていうよりかはもうがっつりちゃんと脱げへんサンダルを履きたいみたいな人は多分これ結構いいと思うんですけど、僕あんまサンダルとかはね結構もっと楽な感じでいいんですよ。なんかもう途中で脱げたりしてもええわぐらいの感じで、こんな感じで履いたりしてもできるっていうのがサンダルの良さで僕は気に入ってるんですけど、これからねまあキャンパーとして僕もやっぱ生きていくんで、まあ、キャンパーとして生きていくのであれば、まあ一足あったら確かに使えるかもしれんと思いますね。やっぱこういうねあの柔らかいやつやったらちょっと岩の上とか石の上歩くとそのままねそのダイレクトに足にね衝撃が来るんですよね。だからまあこれはねそういうところが衝撃緩和してくれるんちゃうかなと思いますわ。はい、ということでね最後まとめると、これリピートで買ってる人多いって言ってたじゃないですか。これ多分リピートで買う人ってゴリゴリアウトドアしてはる人とか、もうサンダルはもうきっちり履きたいんやっていう人は多分めっちゃいい、めっちゃハマるけど、もうふわふわした柔らかい履き心地がええねんっていう人は多分向いてないですね。まあ、これで大体イメージわかるでしょ。だからまあそんな感じで持ってもらったらいいかなと思います。あとサイズ感はちょっとワンサイズ上でもいいんかなというところで、まあ、0.5 ぐらい上げるぐらいがもしかしたら一番いいかもしれないですね。まあ知らんけど、はい、ということになっておりますので、またね近々あの僕が持ってるサンダルとかあと何足かあるんで、それをこう比較していく動画なんかも作ろうかなとは思ってますので、まあ今日のところはこの辺で終わりたいなというふうに思います。ということで本日はですねキーリンのヨギを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。